まずは、試合お疲れ様でした、難しいコンディションの中でのゲームだったんですけれども、ご自身のプレーもしくはチームの方を振り返ってみてどのような試合だったでしょうか。個人としてはコンディションも悪かったので、まずセーフティーに行こうと思ってライターのプレーをするのを意識しました。チームとしては1戦目からメンバーも大きく変わったんですが、自分たちのサッカーをしようと心がけていたんですが、ずっとうまくできなかったので、それは明日からの試合にも改善して、より自分たちのチームのカラーというサッカーをしっかりできるようにしたいです。今日、2試合ともに無失点というところの中で、明日また試合があります。そちらに向けて最後に一言お願いします。この大会が始まる前も無失点で優勝しようというのをチームの目標に掲げているので、それはしっかり達成しようと思います。期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。